チェリモヤは万歯科の植物及びその果実。原産地は南アメリカのペルーやエクアドルである。赤道直下が原産にもかかわらず、チェリモヤは寒冷及び暑熱に弱いという性質がある。そのため、原産地では標高2000メートル近辺において栽培が行われており、そこでは1年間を通して日中の最高気温が摂氏20度。 夜間の最低気温摂氏10度前後で推移している。原産地ではさながら、日本における柿のような、ありふれた果実である。味は甘く柔らかい食感であるが、食べ頃を間違えると青臭かったり、苦かったりする。甘く柔らかい味わいは、森のアイスクリームにも例えられる。果実としてのうまさから、世界各地に移植されて栽培が行われている。 アメリカ合衆国カリフォルニア州など南北、アメリカ各地のほか、地中海地方のイタリアやスペイン、エジプト、イスラエル、レバノン、太平洋の台湾やオーストラリア、ニュージーランドなどが現在の産地である。日本にも1980年代に導入され、1987年に和歌山県が国内で最初の商品化に成功した。ただし、中倍花であるため、 受粉を手伝う種類の昆虫が生息しない場所では、手作業で受粉を行う必要があり、その手間が栽培には障害となる。暑さにも寒さにも弱く、受粉にも手間がかかる点から、釈迦糖や後輩種のあてもやと同じく、栽培が難しい熱帯果樹の一つと言われている。種や苗を販売している会社は少ない上に高価であり、日本での栽培技術が確立されていないことから、 初心者及び中級者には、栽培がおすすめできない植物でもある。万霊科なので、害虫はつきにくい。A.B. チェリモヤ、キノカワシアサヒドットコム2009年10月26日、食べあるキノクありがとうございます。